中年アタッキーです。もう今日ね、視聴者の方から、贈り物をいただきました。っていうかね、でっかすぎてね、いつもねこの辺にその箱を載せて紹介するじゃないですか。こうでかすぎて重すぎてクラクションになっちゃうんですよね。ちょっとものすごいね、何が入ってるかね、まだ開けてないんで分かんないんですけど、まあ、カメラの類なんですけどね、いただきましたんでね、開封動画として作っていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回 ね、視聴者のね、高川様より、確かね、作品投稿を1回か2回、送ってもらったことがあったので、覚えてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、視力が落ちてね、マニュアルフォーカスでの失敗が多くなったんで、もう有効活用してくださいみたいな感じでね、ご申告がありましてお受けしました。で、早速開けていきますけどね、まあ、その YouTube の動画のね、私の、運営の方はね、ちょっと後で話しようかな。とりあえずね、もう機材をねいただけるっていうのはね、僕の動画にとってはかなりね、生命線になってきてます。はい、まずは電池がね、ポーンと出てきました。よいしょ。CR2 ですね、これ。で、これ 4LR44 です。うわー、助かります。助かりますね。電池代ね、結構電池代かかるんでね。結構ね、かなりしっかりとした梱包です。わかりますかね、箱をね、テープで仕切ってある感じですね。よいしょ。まあ、1個目からいきましょうか。めちゃめちゃ丁寧に荷造りしてあります。驚きです。よいしょ。さあ、何が出てくるか。あ、これは最高に嬉しい。ストラップですね。ストラップと、これ アイピースとね、これラバーフードかな。うん、ラバーフードですね。いやー、小物系ね、結構ね、小物系結構お金かかるんですよね。これはニコン純正の、フラッシュですね。これはなんだ、これもフラッシュですね。あ、これはね、アローエース、汎用ストローブですね。ガルナンバー20かな。これは面白そうですね。レンジファインダーカメラとかにつけたらいい感じですね。軽いですね。で、またストラップ。ああ、いいですね。ストラップが全然足りてないんで本当に助かります。よいしょ。次いきますよ。これ仕切りが中にあるんで、ハサミどこやった。よいしょ。すごいぞこれ。これはすごい。これ僕が映らなくなっちゃう。これはすごいぞ。これレンズですね。レンズがまず並んでます。あ、28mm のね、3.5 です。ミッシュルさんからもいただいたんですけどね、どうもね、ヘリコイドのグリスはね、が切れてるんですけどもね、分解するテクがないんですね。これ結構分解難しいみたいです。これね、よっ、逆だ。ニコンは逆だね。バリバリのバリ玉、もう誇りもないぐらいの勢いですよ、これ。すごい。これはすごい。続きまして、ニコンですね。あ、
これは4386かな、94386ですね。めちゃくちゃ綺麗です。よっ、うわーすげえ、これは使えるよ。いやーこれね、ダブってるものもあるんですけど、もちろんね、ダブってるものはね、視聴者プレゼントに回すっていうことができるようになってくるんで、今後こうご期待ですね。これは、これもニコンかな、ニコンのね DX マウントのねレンズが入ってます。まあ DX マウント、これ絞りが開けれないか、55200かな、55の200が入ってますね。 DX マウントのレンズ、D100 で使えるかな、ちょっと試してみよう。今積んでないですけどね、これはうわーめっちゃ綺麗。これも F マウントですね。80-200が入ってますね。80-200でレンズ結構するんでね。これ何本目だ？5本目。お、2450ですね。AIAF ニッコールかな、の2450ですね。これ結構しますよ。よっ。んで、これはなんだ？よいしょ。あ、ミノルタだ。135じゃないか、もしかして。MC テレロックオール PF。やっぱり135だ。あのね、以前ね、ジャンクカメラを買った時についてきたレンズですけどね、あれダメだったんですよね。使えなかったんですね、これ。だから欲しかったんですよ。135欲しかったんですよ。めちゃくちゃ綺麗ですね、この玉。いや、やばい。これはいいですね。で、最後、レンズが、最後の1個かな。まだ奥は分かんないですけどね。奥もまたもう1個仕切りがあるんで、これはなんだ、あ、日光レースオート 1.4 50mm、50mmF1.4、 日本光学名のやつが入ってます。あー、もう完璧ですね、これ完璧のバリ品です。すごい、こんなのもらっていいのかっていうレベルのものが、入っておりますね。ちょっととりあえず、見えてたレンズは終了で、もう一個奥に仕切りがありますよ。すごっ、すごっ、いっぱい入ってます。いっぱい入ってますね。あ、これもレンズ付きのね、ミノルタ、よいしょ、SR1S ですね。僕持ってるやつは壊れてるんですけど、レンズもついてます。これを、オートロックオールですね。オートロックオール PF、50mm の 1.4 だ。めちゃくちゃ綺麗ですね、これね。ちゃんと切れます。僕の切れなくなってたんですよ。巻き上げのギアがね、壊れてね、切れなくなってたんですけどね。ちゃんとミノルタの純正キャップ。これ、このタイプのキャップは初めて見たぞ。次行きましょうか。これはあ、宮崎よしこやな。 X7 ですね。ミノルタの X7 に、MD50mmF1.7、名玉って言われるやつですね。これすごい、このレンズすげえ、めっちゃくちゃ綺麗です。いやー、あ、電池が入ってないな。電池を入れなければいけないが、まあ、とりあえずちょっと、動作確認っていうか、で、その辺は後回しっていうか、あ、これニコンですね。
F801 です。初めて見るな。ほほう。めちゃくちゃ綺麗な F801。ここ単三電池が使えるみたいですね。うわー、めちゃくちゃいいですね。めっちゃ綺麗です。いや、これ次々引きますよ。ちょっと台数がすごいんでね。これニコマートですね。これはすごい。ニコマート EL です。多分電池入ってないですね。入ってなくても切れることは切れるのかな。電池入ってるかな。うん、入ってるっぽいね。入ってるっぽいですね。これはなんだ。あ、これリトルニコンってやつですね。うわー、嬉しい。しかもパンケーキレンズがついてます。リトルニコンですね。EM ってやつですね。いや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 、しかもめちゃくちゃに綺麗です。もうね、新並みってやつですね。で、さらにもう一台。お、これ僕知らないっす。このカメラは知らないです。ニコンですね。キャノンでいうところのキッスみたいな感じの扱いのモデルでしょうか。これは使ってみたいですね。これ絶対面白い。で、なんかまだレンズが入ってますよ。重たい。これなんだ。あー、ニコール Q オートの 135mm。 僕はね、周辺部曇り玉を持ってるんですけど、もうこれむちゃくちゃ綺麗です。超クリアですね。いやー、これはすごい。で、さらにもう一本。いや、2本だ。これエクステンダかな。いや、違う、レンズだ。ミノルタだな。ミノルタ MCW ロックオン、28mm です。ミノルタの広角1本も持ってなかったんで、すごく嬉しいです。MC ロックオンのね、ダブルロックオール、 MCW ロックオール、SG28mm の F3.5 が入ってますね。で、もう1本入ってます。オートロックオール PF、35mm か。 35mm だ。いやー、というわけでこれで全部ですけど、これこんなにもらっちゃっていいんすか。これやばくないっすか。これどうやら、電池は入ってるっぽい。このニコンのね、カメラにね、なんて読むんですか、これ US って言うんですかね。でも知らないっすよこれ。うわー、いいっすね、いいっすね。というわけでね、こんなにたくさんもらっちゃったんですけどね、いや本当にね、もうね、感謝の言葉しかないんですけども、最初にね言ってたね、私の動画のね、収支というか、なんていうか、最近ね、そのチャンネル登録者数を1000名が超えると、その、お金がもらえるような状態になるんですけど、1動画あたりね、700、800円は入るようになってきました。で、これモノクロだとね、一応黒字が出るんです。モノクロフィルムだいたいね、僕長巻きでやってるんで、1本あたり、450円ぐらい
で買うじゃないですか。で、現像は自家現像するんで、まあ1本50円から60円ぐらいでできるのかな。処理費用も含めたら、廃液処理も含めたら、100円ぐらいになる。まあ1本550円ぐらいか。で、まあ200円前後、まあちょっと波はありますけどね、利益が出るようにはなってきてるんですね。ただし、それカメラ代を無視した場合、なんですね。カメラ代がね、ものすごいことになってるじゃないですか。先日もね、その、まあ、酔っ払ってたとはいえ、余計にね、オリンパスの OM2 を落札したりとか。やっぱね、1台平均ね、最近4、5000円はかかってきてるんですよね。で、旧 F1 をオーバーホールしたりしてね、結構お金がかかってね、もうへそくりが枯渇してね、お小遣いだけでやってるような状況に陥ってたんですよ。ね、カラーフィルムの動画を作ったりするともう現像だけで赤字になってしまうんで、とにかくね、その運営費用がなかなか厳しくなってきてるとこだったんですけどね、これでね、また当分持ちます。まあ勝高さんからね、最初、カメラをいただいて、そこからいろんな方からまあもらったんですけど、それもまだ残りはあることはあるんですけど、最終的にはね、頓挫していくんじゃないかなと思ってたところにね、高川さんからね、このようなたくさんの機材をね、お送りいただいて、これ本当、これいいんですかね、こんなにもらっちゃって。これなんか物もらったらなんか税金とかかかんないのかなあ、売ったらかかんのか、もらっただけじゃかかんないのか、よくわかんないですけど、これね、こんなにたくさん貴重な機材をね、いただいてしまって本当に恐縮しております。これでね、またね、半年1年はね、また動画を続けれるようになるんじゃないでしょうか。特にね、この、ニコン EM あたりね、この辺はね、もうぜひ紹介してしたいと思ってた、カメラになりますしね。で、結構貴重なレンズとかね、カメラも、いただいてますんでね。ね、X7 とかね、X7 人気ですもんね。これね、X7 ってね、ファインダーがね、僕一台持ってったで、ファインダーがボーンって横一文字にね、腐食してたんですよ。で、直そうと思って、分解しようと思って壊したりとかね、してたんですけど、いや、これビッカビカのね、こうファインダーすごいですね、これ X7 って。各カメラのね、感想はまた、動画を作って、いくと思うんですけども、今日はとりあえずね、開封動画ということでね、開封し始めて17分も経ってる、長い動画になってしまって、この辺に、しますけどね、本当にね、ありがとうございます。これ、大切にね、使わせていただきます。これ、ほとんどね、カメラ的にはほとんどダブリがないんで、全部動画になっていくと思います。で、ストラップもちゃんと、ストラップが足りてない助かります、本当にね。ちゃんとね、メーカー別にね、ストラップがありますね。これはどうやら、存分にね、使わせていただきます。これみんな結構ね、たくさんの方から応援いただいてね、勇気も出ますしね、現実的にその継続することができるように、なるじゃないですか。金銭的にね、そのお金をかけなくても動画を作れるようになるんでね、継続していけるようになりますんで、またこれからね、いい季節になっていきますしね、どんどん写真を撮って、動画を作っていこうと思います。はい、今日はね、ちょっとここでもうここまでで20分ぐらいになっちゃったんで、この動画ここまでにしようと思います。チャンネル登録ね、ものすごい勢いで最近増えてます。プラスね、30% 以前より 30% 以上の勢いで増えてますし、再生回数もね、とうとうね、5万5000回ぐらい、月平均、月の再生回数が5万5000回ぐらい行くようになりました。今後もね、頑張ってね、フィルムカメラで、写真を撮って、フィルム写真をね、急に、努めてまいりますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちくださいませ。それではごきげんよう。さようなら。